はじめまして、私、関西大学応援団リーダー部3回生鈴木優太です。本年度は団長会を務めさせていただきます。本年度にあたって私は3つの約束事をします。まず1つ目は神宮大会を優勝することです。そして2つ目が神宮大会を優勝することです。そして3つ目が神宮大会を優勝することです。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。Bye.